はい、2本目は珍しくやらせで朝日が謝罪した話です。まあ知ってました、あ知ってた知ってたよ、こんなんだろうと思ってましたって話ですけどね。はい、何かと申しますと、まあ朝日のくせに朝日の、記事じゃないんですけどね、テレ朝報道番組に放送倫理違反、BPO 家庭が不適切でした。何をやらかしたかっていうと、まあ取材をやりますという中でね、お客さんの役、なんか飲食店らしいんだけど、お客さんの役って言っちゃったけどさ、まあ、要は役だったわけだよ。お客さんに取材しますって体で番組を作った。まあそういう事態はよくあるじゃない。で、私が知る限りだと大体はいくつかやって、その中で使えそうなやつを拒否するか、代表が最初からあるかっていうパターンが大変じゃないですか。まあそれぐらいだったら、まあ今までもよかったしな、その眉間に塩を刻みながらチッて思いながらさ、まあ今更かって思うだけだけどさ、今回のテレ朝はさらに悪質だよ。何スタッフの知人を呼んでお客さんに仕立てました。おいおい、最初からかエキストラか、ただのドラマ番組じゃねえか。いいんだよ、テレビドラマで、それでエキストラ呼んで、ここの料理美味しいですねって言って、そこが現実にある店に酷似してましたっていうくらいだったら、まあ演出の範疇やなって思って、はいはいって思いますよ。私だってアニメの中のレストランとかね、行ってみたいなって思うとか結構あるし、実際にモデルになってる街とか行ったこともあるしね、要は聖地巡礼ってやつだ。それでやったことあるしね、まあ、別にそれ自体は言わんよ。ね。アニメキャラだから当然批判はしないしね。まあ。だけどさ、取材って T なんだ。報道番組って T なんだ。その状態で、エキストラ呼んじゃダメじゃない？生の声を、いや、別に、選手に聞き合いじゃん。生のお客さんの声聞いて、ダメだったら使わなきゃいけない。100人にアンケート取って、うち10件だけ良さげなところ放送しましたって。まあ、今更そのくらいの変更をね、とにかく言う気はもはやないわけだよ。しかもレストランとか食事どころのさ、こんな紹介なんてさ、程度も思わないよね。だけど、これで BPO 動くって、お前、BPO よ、お前他の変更報道は何とも言わねえのかっていうツッコミが非常に言いたいんだけどさ、どうなんだろうね。テラさんや、他に謝罪することないのか？ないのか？胸に手を当てて聞いてみよう。ないそうだ。まあないって言うよな、うん、絶対ないって言うよな、うん、それは言うよな、うん、やつらはって言って失礼だけど、テレ朝とか TBS とかはまあこう演出してなんぼだと思ってるだろうからね。いや、演出を否定する気は毛頭ないわけだけれども、とはいえ意見をねじ曲げて変更報道して印象操作されてますってこっち界隈からは言われまくってるご時世においてね、いやー倫理委員会から食らうようなことを今更やるっていうこの根性、厚顔無恥具合に、うん、脱帽というか、ね、うん、いや、憧れるってやつじゃないよ。うん。痺れるけど憧れないよね。うん。で、皆さんもこう、報道番組、テレビよく見られらっしゃる方、結構いらっしゃると思う。でもここにトイレないじゃん。私、実は家にテレビないんです。なんで、最近テレビ見なくなって難しいんですけど、CM だけは YouTube とか動画チャンネルは見るんで、その辺にちょっと見るんですが、そういうところだとまあ、もうかなり変更してるっていうか、まあ最初から企業の CM だからね、批判もクソもないわけだよ。ここはさ、報道番組がやっぱりダメだよなと思うわけだね。で、新聞にはその、なんだ意見の偏りをこう完璧に咎めるっていうのは実は法律的じゃないんだけどさ、テレビにはあるわけだな。中立的でありんちゃいっていうのがあるわけなんだけども、それはどこ行ったんでしょうね、テレ朝さんね。はい。まあこれ政治的な話とかじゃないけど、中立というか、生の事実だけを伝えましょうっていうか、エキストラを呼んじゃいけないものに呼ぶのはやっぱダメだと私は思いますよ。まあ、胸を張って誇れる番組作りを
できないと思うけどやってほしいと思うわけだ。できないと思うけど、そうしないとさ、私みたいにテレビ持たない層がささらに上達するぞ。ただでさ今苦境の中だからさ、広告収入少ないだろお前ら。それでさエキストラ呼んで金払ってたらさ、余計利益圧縮するぞ。まあ朝日新聞社様は大半が不動産収入でいらっしゃるだろうから、テレビなんてねヘトも持ってないかもしれないけどさ、でもさ一応朝日新聞社様なんだからさ、その傘下にあるテレ朝様なんだからさ、地方でお仕事なんだろ、頑張ってくれよ。ねえ、まあいつか私がこうなんかの機会でどっかの機会でテレ朝の番組見た時に、あ、たまにはまともなことやってんだなって思える番組作りをぜひともお願いして締めたいと思います。頑張れテレビ朝日。ありがとうございます。